関係者によりますと、札幌ドームでの五輪サッカーは無観客で行われる方向です。鈴木知事がこの後、11時20分から会見を開きます。HTV のニュースサイトで生配信します。続きまして、札幌市は24日から市内の10の区ごとに集団接種を行います。身近な地域でも接種を可能とするために、 各組各区の区民センターに集団接種会場を接種を設置をいたします。集団接種会場区ごとの集団接種は今月二十四日から九月十二日までの土曜日と日曜日に行われます。モデルナ社製のワクチンをそれぞれの区で一日三百回接種します。予約は十四日から電話またはインターネットで受け付けます。 来月1日の分までは高齢者と基礎疾患のある人の予約を優先します。